はい、皆さんおはようございます。アタランタのタカです。今日9月の5日ですね。はい。台風の大きなの、なんかヤギっていうんですか。YAGI。これが今、台湾の南を通って、中国に向かっているそうですね。これはなんかスーパー台風って書いてましたね。今日からですね、アメリカは、NFL、プロフットボールが始まるんですけども、今日は、7時から、カンザスシティチーフスと、ボルチモア・レーベンズの試合がありますね。今日放映は NBC です。それでですね、まあどこのチームが一番価値があるかということで、実はダラス・カーボイズ、これが11ビリオンなんですね。で、ついでロスの、ラムズが、大体まあ9ビリオンぐらい。まあ、ダラスカーボイズというと、やっぱりチアリーダーが有名ですけどね。やっぱり価値ってすごいですね。はい。それから今日の経済的な数字で言うと、週間新規失業保険申請件数。はい。これがですね、予想の22万9千件に対して22万7千件だったということで、まあ、これはね、いい数字なんで、2日下げた株が、まあ、ここで上がってるわけですよ。ね。これはいいことです。はい。それから、まあその影響じゃないですけども、10年もの国債が 3.7% 台まで落ちてるんですよね。はい。昨日ね、ジョージアでは、何があったんでしょうかって。まあ日本でもなんか放映され、報道があったみたいですけども、ジョージア州の、ワインダーという町なんですけどね、そこにハイスクールで、まあシューティングがあって、まあ14歳の、小僧が、生徒2人、そして先生2人殺したと。で、確か19人が、負傷した。で、これはね、なんかジョージア州では過去最悪の銃撃事件らしいです。私は彼らで言ってきたんですよね。ジョージアはおバカは多いけど、あんまり変なことする奴はいないよって言ってたんですけど、ついにこういうのが起きてしまいましたね。ちょっと前がフロリダでしたっけね。で、その前テキサスの学校でもあって、まあジョージアも起きたんで、特にこの80頃ね、北っていうのは、日本人がね、非常に多く住む。で、イクオール、韓国人もいっぱい住むんですね。韓国人の頭の肉は結構こういう、公立の学校に行ってて、で、まあ日本人もその辺の学校区がいいんで、行ってるんですけど、まあ、このワインダーはちょっと田舎なんでね、日本人は多分いないと思いますけども、そのちょっと南のローレンスビルとか、ドゥルスには日本人の、お子さんもいっぱい学校に通ってるんで、まあ、気をつけないといけないなと。ね、起こるものは起こるんですよ、ということですね。はい。で、今日私はね、何を話すんでしょうか。なかなか、ためになるお金の話。はい。Only 37% of American workers feel good about their retirement savings. はい。ということで、これはですね、今年の8月に、CNBC と、Survey Monkey というところが実施した、イヤマネ退職調査っていうんですね。で、退職後の投資が順調だっていう人は、37% しかいなかったと。で、この半分以上の人は、退職後の貯蓄が遅れていると言ってるんですね。はい。で、貯蓄に満足している人のうち 42% が、これ一番大事なことなんですけども、若い頃にした拠出が、退職後の資産を築くための第一の要因であると。要は、早く始めた人ほどいっぱい、お金が増えて順調にいってますよ、ということです。そして次に、何かっていうと、負債が少ない。それから、住宅所有で資産が増えている。これが 37%。そして、貯蓄習慣が良い。35%。そして、401k などの雇用主が後援する退職金口座。ね。そして最後に収入が高いということですね。はい。でね、まず、どうして早期投資、どうして早い時に始めるのがいいかというと、例えば、401k のような雇用主が、後援する退職金制度に少なくとも20年間、参加するアメリカ人の 79% が退職後も十分な貯蓄を蓄えていることが分かったということです。これ、複利で増える。複利って何かっていうと、元本と利息の両方に対して継続的に利息がつくんですね。はい。で、これで、
例えばですよ、こんな資産があるんですね。毎月100ドルの退職金口座、積み立てを25歳で始めるんですね。で、これが毎月複利で 5% の利回りを得ていると。これでずっと行くと、25から始めて65ですから40年間ですね。これ100ドルずつですよ。やると65歳の時に15万2千ドルに増えるんですね。ところがこれ35歳で始めると、わずかに8万3千ドルなんです。この10年間の差で、ほぼ倍違うわけですよ。そしてこれさらに40歳で始めると、6万ドルしかないんですね。ですから、いかに早く始めて長くやることが大事かということです。はい。で、実はね、これ借金も同じで、クレジットカードの利息も複利なんですね。だから、未払いの、残高が、仮に数百ドルあっても、それが複利で増えていくんで、1000ドルを簡単に超えてしまうということですね。これも非常に怖いですね。はい。まあ、そんな感じで、金額はね、本当にね、1000ドルでも10ドルでもいいんです。とにかく、今から始めて、それを長く続けることです。というふうに言ってますね。そして、金額の上限はね、後で何でもできるわけですよ。とにかく、だから、やんなさいということです。で、この、なんて言ったかな。投資は、これいいこと言ってますよ。投資は筋肉のようなもので、筋肉を使わなければ成長はしないと。そして、十分な時間があれば、お金のために働くのである。ではなくて、お金があなたのために働き始めると。それが複利の力ですよということです。まあ、私もこれ実はね、これ本当の話なんですけども、この店かな?この店を開けるときに、お金が足りなくて、生命保険を解約したんですね。で、それがね、毎月176ドルぐらいの、本当に一番もう最低限のね、ギリで入った生命保険だったんですけども、それをね、多分7、8年やってたんですよね。で、それがね、なんだかんだ6万ドルぐらいあったんですよ。で、まあそこからお金借りて、まあ結局最終的に解約したんですけど、まあそういうね、毎月の細かい、その積み重ね、積み立てが、まあ、ビジネスを助けたと。ね、その開業資金がないのに助かったということがあるんです。だからやっぱり、コツ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 ね、やっぱり貯蓄するっていうのは大事なことです。ですから、今の若い人、例えば25、30歳、早めに100ドルでもね、もしこれで、ですから、さっきの資産は100ドルですから、もしこれに、これ仮に500ドルだったらね、まあ5倍で、もうほぼだから70万ドルぐらい、80万ドルぐらいになってるはずなんですよね。まあで、お金をね、貯める方法は、何かっていうとお金を使わないことなんですよ。だから無駄金を使わない。例えば、酒飲みにね、行くんだったら、一杯でやめる、ハッピーアワーに行く、家で飲む、で、無駄なタバコは吸わないとかね。まあ、いろいろあるわけですよ。ね。で、あとは上司に奢ってもらうとかね。まあ、いろいろ作戦はありますから、賢い、お金の運用をして、楽な老後をしないといけないと。まあ、そういうことですね。はい、以上です。